親を気遣い、言葉を選びながら慎重にトークするのんちゃんです。なんかこのコメントが、遺伝するのは頭脳や容姿だけでなく親の背中を見て受け取ったものが確実にあるという思いも込めているそうで、なんかこう、これは親の遺伝だなと感じることはありますかっていうふうにこれがスタッフさんがね書いてくれてて、あ、なるほどと思って。それこそね、頭の良さとか言うじゃないですか。あとは運動神経とかね。なんかあんまりこれ言えないんですけど、たまにね、こう成績が悪かったりとかすると、ついついなんか親のせいにとかねしちゃったりとか本当良くないなって思うんですけれどもね、あったりしますよね。なんかつい言いたくなっちゃうみたいな瞬間ありますよね。でも遺伝じゃないです。ただシンプルに私があれだっただけですし、もうね、そのねありますよね。いや別にね、あ、鼻炎を遺伝しましたとかね。でも昨日もなんかそんな遺伝だ、これは遺伝だみたいな話をしてたんですよね。あ、寝相が似ていたとかね。そういうなんかふとした瞬間に似てるなって思うものをね、気がつきますよね。いやー、あるあるなんだよな、本当に。あ、そう、でも運動神経は私だけ似なかったので、本当になんか遺伝ってあるのかなっていう感じ、ないのかなっていう、ね、逆に頭良かったらね、なんか親が頭いいから遺伝して頭いいんだとか思ったりするしね。なんか本当それ遺伝って都合いいですよね。え、本当ですよね。いや、今ももうすでに生きてるんじゃないかと思って言葉を選んでるんですけど来てるかな、怖い怖いドキドキですけれども、いやね、いやもう似て良かったなって思うところばっかりですよ。あとなんかいいところばっかり自分に似たって主張する親これ良かったのは俺に似たからだみたいなこれ良かったのはママに似たからだみたいな、こういいところは自分の手柄にしたい感じはありますよね。いやだからね、まあ、でもそういう意味では、そのコメント、斉藤和義さんが、遺伝するのは頭脳や容姿だけでなく親の背中を見て受け取ったものも確実にあるっていうの、本当にそうだなって思うし、自分自身が親を見てね、こう親の背中を見て育ったなって思うからこそ、自分自身もね、背中で見せられるね、人でありたいなっていうふうに思いますよね。それこそ親に対してもね、こう、あ、こういう風に育ってくれたんだなっていう風に見せられたらいいなって思うし、なんかすごく深いなという風に思いました。それでは皆さん、ごきげんよう。緊急地震速報をお伝えします。緊急地震速報です。10時51分頃、最大震度3の地震が発生した模様です。実際に観測された地震に関する情報をお伝えします。この地震による津波の心配はまずないということです。そして最大震度は1でした。緊急地震速報は推定最大震度3で入ってきましたけれども、実際に観測された震度は1ということです。最大震度は1でした。ここまで改めてウェザーニュースライブサンシャインですね、3時間お送りしていきました。担当は大島理論でした。それでは失礼いたします。